皆さんこんにちは。さあ今日は久しぶりなんですけど、声出しで動画を撮りながら喋っていきたいと思います。それでは先に今日の調味料を説明していきたいと思います。はい、それではまずはじめにお砂糖小さじ2分の1です。それからお醤油、こちらは濃い口でも薄口でもお好きな方を使ってください。だいたいこちらも小さじ2分の1、まあ、から1ぐらいに増やしてもらっても大丈夫ですね。かなり差はあると思うんですけど、小さじ2分の1から1ぐらいで全然 OK です。で、こちら、これが、お酒、料理酒ですね。お酒入れた方がやっぱりコクが出て美味しくなりますし、まあ、量としてもちょうどいい感じに仕上げていきたいというところがあるので、お酒、こちらが大さじ1入れます。はい。で、こちらちょっと器大きいんですけど、お酒と見分けるために大きくしただけなので、別にちっちゃいので大丈夫だったんですが、こちらはみりんです。みりんは今日は大さじ1なので、お酒とみりんが大さじ1で、醤油と砂糖が大さじ2分の1になってます。で、これは1でも大丈夫なんで、まあ適当な量で、2分の1から1ぐらいで好きな量でやってください。で、塩分に関してはかなり変わってくると思うんですけど、煮詰めながら塩分量変えていったりですとか、自分の濃さに合わせたければ塩を入れてもらってもいいかなと思います。で、あとは卵、今日は2つ分先に割りました。そしてお出汁ですね。お出汁は今日はカツオと昆布で取ったお出汁をだいたい 100ml ぐらいですね、ご用意してます。で、これに関しては作るのが面倒っていう方もいっぱいいらっしゃると思いますし、私も結構ね、面倒な時は作らずに顆粒出汁使ったりするんで、水で 100ml にして顆粒出汁少し溶かしてもらったらそれでいいかなと思います。はい、そして具材ですね。鶏肉です。鶏肉はもも肉を今日使用します。もも肉は皮、今日は取ってあります。皮を入れると、ちょっとブヨブヨっとした感じに仕上がってしまうことがあるんで、今回は皮取り除いて、余分な部分ですね、軟骨みたいなところも取り除いて、まあ、軽く切ってます。で、火が取りやすいようにそぎ切りなんかにして使う時もあるんですけど、今日はもうブロックでもうちっちゃめに切ってるっていう感じです。これぐらいの一口大。まあ、よくお店で出てくるような親子丼よりはちょっとちっちゃめにしてますね。ちっちゃめの方が火が通りやすいんで、まあ、調理はすごく簡単になるかなと思います。で、それからこちら玉ねぎですね。今日はちっちゃめの玉ねぎ4分の1個使います。で、まあ大きい玉ねぎでも4分の1個でいいかなと思うんですけど、だいたい4分の1ぐらい。これが多すぎるとちょっとスープの量と合わなく、まあ、汁の量ですね、合わなくなってくるんで、玉ねぎちょっと少なめぐらいにしておいてもらった方が無難かなと思います。切り方は今日は薄切りにしてます。繊維に沿って薄切りしたものを用意してます。で、この方が火が通りやすくなるんで、大きめのものを使うときは先にこれだけで炒めたりとかしとかないとダメになってくるんですけど、今日は煮詰めるだけでできるように薄切りです。それでは早速調理をしていきましょう。まずはこちらキッチンペーパーですね。これをまあ2つ折りぐらいにして、鶏肉を広げてあげたいと思います。で、これはキッチンペーパーの上に敷くのは、水分、まあ、余分な水分ですね、ドリップとか、まあ、汚いところ、まあ、掃除した時に、まあ、軽く取ってはいるんですけど、やっぱりどうしても後から出てきてしまうんで、それを取り除いてあげるっていう目的が一つ。今からこちらにお塩をかけていくんですけど、まあ、こんな感じで軽くね、ちょっと強めにかけても大丈夫です。後で汁に入れた時に塩分ちょっとぐらいは抜けてくれるんで、ちょっとぐらいは強めに振っても大丈夫ですね。まあ、少量なんで近くで振ってもらったらいいかなと思います。で、これをひっくり返して反対側もね、軽く振っておきましょう。で、最初にお塩を振っておいて、水分がまたお肉から出てくると思うんで、それが出てきたらまた拭いてあげるということですね。今日は親子丼用の鍋を使っていくんですけど、これがなければもうフライパンでもいいですし、まあ、なんなら普通にフライパンでやった方がうまくいくかもしれないですね。量を多く作るときはもうこれだと1人前しかできないんで、もう変えてもらった方が絶対いいと思います。そしたら先にここにお砂糖と、それからお醤油、お酒、みりんを入れていきます。で、今準備した調味料の中で入ってないものは出汁汁 100ml だけ、それ以外を全て入れた状態になります。はい、ここまで準備ができましたら、次は卵ですね。先に卵を用意しておきます。卵は今日はこの黄色身と白身を
混ぜる前にですね、この黄色みと白身を混ぜるんですけど、最初に黄色みを切らずに白身を切ってください。で、これは白身を切るんじゃなくて、黄身と白身を分けるためにこんな感じで切ってあげるイメージですね。こうやって切っておくことで白身と黄色身が別々で落とせるようになるので、この作業をしておいてください。で、なんで別々で落とす必要があるのかっていうのは後からまた説明します。はい、それでは卵が切れましたら、白身ですね、白身が切れましたら、こちらからちょっと見てもらいましょう。このお肉からちょっと塩がついているところに水分が出てきてると思うんで、これを拭き取ってあげましょう。最初にお伝えするのを忘れてたんですけれども、この卵ですね、これもし可能であればご飯を炊くタイミングでいいので、卵を冷蔵庫から出しておいてください。冷蔵庫から出して、割った状態で置いといてもいいですし、もう割らずに置いといてもどっちでもいいんですけど、ある程度こう常温ぐらいに戻してもらった方がいいと思います。なんでかっていうと、この出汁のが煮立った状態で卵を入れるんですけど、卵の温度が低すぎるとこの出汁のところの温度が一気に下がってしまって、卵が出汁と触れる表面の部分を固まっていくんですけど、そこが綺麗に固まらずにふわふわした綺麗な見た目に仕上がりにくくなるんで、家でよく親子丼を作るときに汚い見た目になるときってあると思うんですけど、あれになりやすくなっちゃうんで、できれば卵は常温、本当は少しもうちょっと高めの温度にするっていう作業もあるんですけど、それはちょっと正直面倒なんで常温ぐらいにしといてもらうと、それだけでも少し見た目よく仕上がりやすくなりますんで、ぜひやってみてください。さあ、それでは火を入れていきましょう。でも最初は中火から弱火ぐらいで、沸騰直前ぐらいまでいきましょう。それでは沸いてきましたので、ここで鶏肉を入れていきたいと思います。で、先に鶏肉だけ入れて、火を通しながら、この割り下ですね、これの味を染み込ませつつ、鶏肉に、最初の塩もそうなんですけど、鶏肉を食べた時の旨味を感じやすいようにしてあげましょう。どちらかというとこの作業をするのは、鶏肉に味を染みやすくしてインパクトを持たせるっていうのが一つ、それからもう一つはこの中のお酒とみりんのアルコール分を飛ばして酒臭さをなくしてあげるっていう作業になります。ただお砂糖も入ってるので、もう煮詰めすぎたりすると焦げやすくなってしまいます。なのでそこだけ注意しながら火から離れずにしてください。横から見た感じで少し火が通ってきたなーっていうような感じになったら、お肉を裏返していきましょう。はい、それではここまで来ましたら、お出汁 100ml が入ります。はい、そして玉ねぎも入れていきましょう。で、玉ねぎはね、崩しながら入れてもらった方がいいですね。はい、こんな感じで崩して入れてあげます。はい、それでは大体3分ぐらい経ちまして、こんな感じで玉ねぎもある程度火が通ってきたなという感じですね。薄く切ってるんで火が通る時間は短くて済みます。で、不安な方はここで一旦味見してもらってもいいかなと思います。先ほどの卵ですね。で、この卵を入れるときに先に白身を入れます。で、先ほど切っておいたので白身だけがトロンと落ちるかなと思うんですが、こんな感じで、で、全部は落とさなくていいです。こんな感じで残っても全然大丈夫なんで、先に白身だけある程度入れてあげるっていう感じですね。で、今解説しながらやったんで真ん中にポトンと落としちゃいましたけど、できればこう少し動かしながら落としてあげた方が完成形が綺麗に仕上がりますね。あ、今ちょうどご飯も炊けましたんで、じゃあこの状態で、弱火から中火ぐらいにして蓋を閉めます。で、今日見やすいようにガラスの蓋用意したんですけど、大きさがちょっと合わないんで見た目変な感じになるかもしれないですけど、これでご了承ください。こぼれちゃうなちょっとさっきの蓋だとこぼれちゃうっていうのもあってやりにくいんですけど、だいたい30秒から1分ぐらい火を通しました。で、白身が半分以上固まったかなぐらいのとこまで来たら、これを軽く溶いて、もう全部溶く必要はないんで軽く溶いて、また全体にこうかけ入れてあげましょう。ちょっとさっきの蓋だと大きさが足りなかったんで、今回こっちのちょっとガラス蓋でやりますね。で、だいたい蓋をして最初は10秒ぐらい待ちましょう。火は弱火でいいです。8、9、
チュッ入って、ここで1回開けて、まあ、ガラス蓋だったら見えるんですけど、あ、まだちょっと塊が弱いなと思ったらまた蓋して、ここからは5秒ずつやっていきましょう。5秒ずつ数えていきますね。3、2、1って開ける、まだちょっと塊が甘いなと思ったらまた蓋をして、5、4、3、2、1でまた蓋を開ける、あ、こんなもんかなってなったところで終了っていう感じしてもらったらミスなくできると思いますので、3、2、1でまた蓋を開けると、うん、こんな感じですね。そしたら火を切ります。はい、それでは炊きたてのご飯をよそってきました。今日は王将器でいきたいと思います。はい、でここに先ほどの具をこう揺らしながらね入れてあげましょう。普通のフライパンの時はもうお玉で入れてもらったらいいと思います。よいしょ、はい、こんな感じで仕上がりました。じゃあ仕上げに今日はネギを使おうと思います。おすすめはもちろん三つ葉なんですけど、三つ葉ってこういうのに使った後に使い道なくなったりしません？なのでもう今日はネギで代用しました。ネギだったら絶対他にも使い道あるんで。それではこれで完成。家で簡単にできるとろっとろ卵のアイコトンです。それではこれを食べていきましょう。いただきます。おお、とろとろ、美味しそう。いただきます。くー、あ、もうすぐとろとろですね。うん、あ、作ってる時からお出汁の香りはすごかったんですけど、やっぱりお出汁が効いてて、で玉ねぎは少しシャキシャキが残ってる感じで美味しいですね。でお塩と最初に、まあ、返しみたいな感じのものを作って煮た鶏肉もいただきたいと思います。うん、あ、美味しい。皮も取り除いてるんで、もう余計なブヨブヨ感もなくて美味しいですね。皮つけたままやる場合は先に少し皮目だけ炙って焦げ目なんかつけるとまた違った味になるんで、それはそれでおすすめなんですけど、今日はなしでよかったなと思います。で今日のレシピだと結構見えるか分かんないんですけど、お出汁がひたひたになってるんで、牛丼とかを梅雨だくで食べる人とかはおすすめですね。でもし梅雨だくはあんまりっていう方は、お出汁の量 80ml とかちょっと少量にしてもらうともっといい感じになると思います。やっぱり三つ葉欲しくなっちゃうな。どうしても僕みたいにどうしても三つ葉がいいっていう人がいたら、三つ葉買ってきてやってもらって、三つ葉が余ったら、僕が前出したカツオだしの動画があるんですけど、そこで作ってるようなおひたしにして食べてもらうと、三つ葉のおひたしって一気に量縮んじゃってもったいない感じがするんですけど、すごく美味しいんで、ぜひ試してみてください。結構ね、のりかけるの好きで、のりかけてこれもこう一緒に食べるとね、あ、うまい。それでは今日の動画はこの辺で終了にしたいと思います。また次回の動画も見ていただけたら嬉しいなと思います。バイバイ。珍しく変わったのじゃなくて、今日はシンプルな親子丼にしてみましたけど、見てくれたら嬉しいな。